キングコングは1933年にアメリカ合衆国で公開された同名の特撮映画、また作品内に登場する巨大な類人猿の名称。映画は空前の大ヒットとなり、以後リメイク映画や漫画、ゲーム、テーマパーク、ミュージカルなど様々な分野に影響を与えた。ウォルト・ディズニーのミッキーマウスと並ぶアメリカ文化の古典的かつ象徴的なキャラクターであり、世界で最も有名なキャラクターの一つとされている。コングはウィリス・オブライエンの特撮技術とストップモーションアニメーションによって表現され、後のリメイク映画ではスーツアクターやモーションキャプチャなどによる演技で撮影された。東宝との正規ライセンス契約により、ゴジラシリーズをはじめとする日本映画にも登場している。メリアン・C・クーパー・キングコングは映画監督のメリアン・C・クーパーが考案した。クーパーは6歳の時にゴリラに魅了され、1899年に叔父からポール・デュシャイユの赤道アフリカの探検と冒険という本をプレゼントされた。この本にはシャイユがアフリカで出会った先住民や動物のことが記されていた。クーパーはシャイユが描いた特別サイズで先住民から無敵アフリカの森の王と呼ばれたゴリラに魅了された。シャイユと先住民がゴリラに遭遇した際、彼はゴリラを地獄の夢の怪物、半人半獣と記した。こうした描写はクーパーに冒険への強い憧れを抱かせた。成人したクーパーは映画業界に進出し、The Four Feathersの撮影の際に、ヒヒの家族と遭遇した。この出会いは、クーパーに、霊長類を登場させた映画の構想を練るきっかけを与えた。1年後、クーパーは、恐ろしいゴリラの映画を撮影するために、RKO に移った。ゴリラが、高層ビルの頂上で、飛行機と戦う、というアイディアは、ニューヨークライフビルの上空を飛行する飛行機を見て、思いついた。クーパーはこれについて、私は思考の意識的な努力なしに、頭の中にビルの頂上にいる巨大なゴリラを思い描いていましたと語っている。また、クーパーはコモドドラゴンにも影響を受けており、恐竜型のドラゴンとゴリラを戦わせたいと考えていた。この間、彼は近代文明に敵対する巨大な半人型ゴリラの構想を固めていた。映画の構想が固まった後、クーパーはゴリラを悪夢の怪物として想像することを望み、彼のメモには、ゴリラの手足は蒸気ショベルのように固く、その周囲は蒸気ボイラーのようです。これは百人力の怪物ですが、もっと恐ろしいのは顔です。血みどろの目、ギザギザの歯が厚い毛の下に隠された、半人半獣の頭部と記されている。ウィリス・オブライエンは、クーパーの構想に基づき、ジャングルのヒロインとハンターを脅かす巨大なゴリラの油絵を描いた。しかし、オブライエンとマルセル・デルガドがアニメーションを制作しようとした際、クーパーはゴリラの顔を半人ではなく完全なゴリラにするように指示し、オブライエンは観客の感情を引きつけるために人間的な顔にするべきと反発し、デガルドに顔をほぼ人間にすると指示した。さらに、オブライエンは人間的な機能も加えるように指示したが、最終的にはトーンダウンし、デザインを妥協した。最終的に完成したデザインは、ゴリラのような姿だったが、ゴリラの解剖学的な特徴のいくつかは、デガルドによって除去されていた。オブライエンは1915年に制作した、ザ・ダイナソー&ザ・ミッシング・リンク、A、プリヒストリック・トラジェディに登場した恐竜の特徴や動きをゴリラの動きに応用し、彼はこの恐竜をキングコングの先祖と述べている。また、クーパーはゴリラがニューヨークのシーンで直立し、より威圧的に見えるようにすることに同意した。1933年版、キングコングのワンシーンクーパーは、コモド島、コディアック島、コダックなど、K から始まる強い響きの言葉を好んだ。彼は巨大ゴリラの映画を構想していた際、コンゴから本物のゴリラを取り寄せ、コモドドラゴンと戦わせたいと考えていた。コモドドラゴンに興味を抱いたのは、友人のダグラス・バーデンがコモド島を旅行して、コモドドラゴンと出会った経験を聞いたためである。クーパーが RKO で映画の構想を練っていた頃は、このゴリラはビーストと呼ばれていた。プロデューサーのデビッド・オーセルズニックは映画のタイトルとしてジャングル・ビーストを提案したものの、クーパーはキャラクターの名前を決定した後に、その名前をタイトルに付けようとしていた。クーパーはドラキュラやフランケンシュタインの怪物のような神秘的でロマンチック、そして野蛮な名前を考えていた。RKO はタイトルの候補として、コン、キングオブビーツ、コン、ザジャングルキング、コン、ザジャングルビーストをクーパーに提案した。しかし、ルース・ローズが脚本を書き上げた頃、クーパーはタイトルをシンプルに、コングにしようと考えていた。これに対して、セルズニックは、以前に制作したグラス・チャンのようなドキュメント映画と混同されると危惧し、タイトルにキングを加えて、キングコングと命名した。1933年版、キングコングのポスター1933年版では、コングは戦士時代の類人猿とされており、RKO の資料では戦士時代の猿となっている。外見はゴリラだが、表情は人間的であり、時折擬人化された直立歩行をしており、カール・デナムは獣でも人間でもないと表現している。コングは優れた知性と体力を持ち、その体は映画の中で変わっていた。クーパーはコングの体長を40から50フィートと設定していたが、オブライエンはコングの体長を黒島では 5.5 メートル、ニューヨークでは 7.3 メートルに調整していた。クーパーはオブライエンの変更には口出しせず、ミニチュアとカメラのサイズを調整することで、コングをオブライエンの設定よりも大きく撮影することに成功した。RKO の資料では、コングの体長は 15.2 メートルとなっている。1975年、ディノ・デ・ラウレンティスがキングコングの映画化の権利を取得し、翌年にリメイク版、キングコングが公開された。このコングは直立歩行する猿として描かれ、より人間に近くなっている。1975年版のコングは、黒島では 12.8 メートル、ニューヨークでは 16.8 メートルに見えるように調整されていた。ラウレンティスは10年後に続編の制作権利を取得し、キングコング2を制作し、この映画でのコングは 18.3 メートルに設定された。1976年にはユニバーサル・スタジオもキングコングのリメイクを計画していたが、30年後にピーター・ジャクソンを監督に迎えてキングコングを制作した。ジャクソンは擬人化されていないゴリラをキングコングとして描き、アフリカではなくアジアに生息していたギガントピテクスの進化したゴリラに設定した。このコングは黒島、ニューヨーク一貫して 7.6 メートルに設定されている。2017年にはアメリカのレジェンダリーピクチャーズと中国のテンセントピクチャーズが共同制作したキングコング、黒島の巨神が東方とのモンスターバースの一環として公開され、シリーズ最大の 31.6 メートルのコングが登場した。プロデューサーのメアリー・ペアレントは、このコングはまだ青年です。この後まだまだ成長しますと述べている。和製キング、コングのスチール写真日本では1933年版が9月14日に公開され大ヒットしたことで、多数のアリュー作品が生まれた。鎌倉の海岸に高さ14メートルのキングコングのハリボテが建造され、また松竹蒲田撮影所では、喜劇の神様の異名を取った斎藤寅次郎による和製キングコングという便乗映画が撮影され、10月に公開されている。5年後の1938年には、江戸に現れたキングコングが江戸を舞台にした時代劇として、奈良県、全勝キネマ、綾目池撮影所で撮影、公開された。この映画に登場するコングは、等身大であり、アメリカ版のように巨大な猿として描かれてはいない。キングコング対ゴジラのワンシーン1960年代、東宝は、キングコングのライセンス権を取得し、キングコング対ゴジラ、キングコングの逆襲を制作した。これらの映画では、アメリカ版よりも、体調や能力が大きく異なっていた。コングはゴジラと戦うため、それと匹敵する強さと耐久力を持つ怪獣として描かれた。東方怪獣の中で数少ない哺乳類であるコングは、ゴジラの戦闘スタイルを学び適応する能力を持ち、弱点を特定して、自分のテリトリーで罠を仕掛けるなど高い知性を特徴とする。キングコング対ゴジラは、日本国内では記録的な大ヒットを収め、これを受けて、続、キングコング対ゴジラが企画されたが、初版事情で頓挫している。キングコング対ゴジラでは、コングの体長は45メートルに設定されている。また、電気エネルギーを手から放出して戦うという設定も追加された。キングコングの逆襲では、体長が20メートルに設定された。このコングはオリジナルに近いが、力と知性を武器に戦っている。東宝版のコングは、ドクロ島ではなく、それぞれファロ島、モンド島を住処としている。1966年には、日米合作で、ロビンソン・クルーソー作戦キングコング対エビラが企画されたが、アメリカ側が企画に難色を示したため制作が中止された。東宝はコングに代わり、ゴジラを登場させ、ゴジラエビラモスラ南海の大決闘を制作した。そのため、ゴジラが女性に好意的であるなど、コングの要素が反映されている。小説版、キングコングの表紙1932年12月に映画の撮影が終了した後、クーパーは友人のデロス・ラブレスにマーケティングの一環として映画のノベライズを依頼した。ラブレスは依頼を引き受け、1932年12月27日にグロセット&ダンラップ社から小説を出版した。この小説はジェームズ・クリールマンとルース・ローズの脚本に忠実と評価された。表紙にはメリアン・シー・クーパーとエドガー・ウォーレスによる創造と書かれているが、ウォーレスは小説には関わっていない。作家のジョー・デビトは以下のように指摘している。私が知っているものから、著名な作家であるエドガー・ウォーレスは、脚本執筆の初期段階で死去しました。キングコングは、クーパーの創造物であり、彼の作ったファンタジーだが、ウォーレスの名前は、販売可能性のために残されました。これまでに、多くの人が触れたように、クーパーは、カール・デナムです。デナムの功績は、インディアナ・ジョーンズに匹敵します。ウォーレスの貢献についての議論は、オリビル・ゴールナーとジョージ・イターナーがザ・メイキング・オブ・キング・コンで検証している。ウォーレスは1932年2月に糖尿病で死去し、クーパーは彼の死後に実際、エドガー・ウォーレスはコングのために何も書きませんでした。私は彼にクレジットを約束したので、私は約束を守ったと語ったという。1965年、クーパーはバンタムブックから小説を再版した。その後、著作権が失効したため、小説はパブリックドメインになったため、多くの出版社から再版されることになった。2005年にブラックストーンオーディオは、ステファン・ラドニックが朗読したオーディオブックを制作し、2017年には、スターワープコンセプトから新規イラスト6枚を追加した e-book が発売された。1933年にはミステリーマガジンからウォルター・カイ・リッパージャーが書いた小説が連載された。この小説は2月と3月の雑誌に掲載された。1977年にはエースブックスから1976年版の小説が出版され、1994年にはアンソニー・ブラウンがアンソニー・ブラウン・エス・キング・コンと呼ばれる小説を執筆した。この小説は、エドガー・ウォレスとメリアン・シー・クーパーが作った物語と書かれ、ターナー出版社から出版された。2005年には、ジャクソンのリメイク映画の公開に合わせて、ジャクソン、フラン・ウォルシュ、フィリッパ・ボーエンの脚本のノベライズ版が、クリストファー・ゴールデンによって執筆され、マット・コステロが書いた、前日譚、キング・コン、ザ・アイランド・オブ・ザ・スカルが、それぞれポケットブックスから出版された。この他にも様々な小説や解説本が出版されている。2017年には、ドクロ島の巨神の公開に合わせて、ティム・リボーンが執筆したノベライズ版が出版され、同時にシモン・ワード監修のザ・アート&メイキング・オブ・コン、スカル・アイランドが発売された。ありがとうございます。